十二人のカリュド。昔、ある王の息子が、とても愛している乙女と婚約していました。彼が彼女のそばに座り、とても幸せそうにしていると、彼の父が病気で死に、最後を迎える前にもう一度会いたいと言っているとの知らせが入りました。そこで彼は最愛の人に言いました。私が王になったら、あなたを迎えに来ます。そうして彼は馬で旅立ち、父のもとに着くと、 父は重い病気で瀕死の状態でした。親愛なる息子よ、私は死ぬ前にもう一度あなたに会いたかったのです。息子は自分が何をしているのか考えもしないほど困って、はい、親愛なる父よ、あなたの意思は必ず実現しますと言い、そこで王は目を閉じて死にました。そこで息子は王と宣言され、物時が終わると、父との約束を守らざるを得なくなり、王の娘を求婚させ、 その娘と結婚の約束をしました。これを聞いた最初の婚約者は、彼の不誠実さに動揺し、死にそうになりました。すると彼女の父親がこう言いました。欲しいものは何でも手に入れなさい。彼女はしばらく考えて、おとと様、ま、私は顔と体型と身長が自分そっくりの女の子が11人欲しいのです、と言いました。父親は、もしそれが可能なら、あなたの願いは叶えられるでしょう、と言い、 自分の娘に顔、体型身長がそっくりな十一人の若い乙女が見つかるまで、王国宙を探すように命じました。そして十一人の乙女にその仮衣を着せ、王女は十二着目の仮衣を着せました。十一人の乙女が仮衣を着せられ、自分は十二着目の仮衣を着たのです。そして彼女は、王が漁師を必要としているかどうか、そして彼ら全員を仕えてくれるかどうか尋ねました。 王は彼らを見て、彼らのことを知りませんでしたが、彼らがとてもハンサムだったので、はい、と答えました。王は一頭のライオンを飼っていましたが、そのライオンは不思議な獣で、あらゆる隠し事や秘密を知っていました。ある晩、ライオンは王に言いました。はい、王は言いました。ライオンは続けて言いました。王様は言いました。王様は言いました。ライオンは答えました。 男はしっかりした足取りで、遠藤豆の上を歩いても何一つ動じません。王様はその忠告を気に入り、豆を任せました。しかし、王様の召使いで漁師たちが好きなものがいて、彼女たちがこの試練にかけられると聞くと、彼女たちのところへ行き、ライオンは王様にあなたたちが女の子だと思わせたいのです、と言って、すべてを繰り返しました。王様の娘は彼に感謝し、召使いいたちに言いました。 それで次の朝、王様が十二人の漁師たちを召集させ、彼らがエンドウ豆のある前提にやってくると、彼らはとてもしっかりとエンドウ豆を踏み、力強く確実に歩いたので、エンドウ豆は一つも転がらず、かき混ぜることもありませんでした。王様はライオンに言いました。ライオンは言いました。彼らは試されることを知っていて、ある強さを身につけたのです。ある日、 十二個のつむぎ車を控えの間に持ってきさせなさい。そうすれば、彼らは彼らのところへ行き、喜ぶでしょう。それは誰もしないことです。王はその忠告を気に入り、紡ぎ車を控えの間に置かせました。しかし、召使いは漁師たちに好意的であったため、彼らのところへ行き、計画を伝えました。二人きりになった時、王の娘は十一人の娘たちに言いました。 そして翌朝、王が十二人の漁師を呼び出すと、彼らは控えの間を通り、一度も糸車を見ませんでした。王はまたライオンに言いました。獅子は答えました。彼らは試練を受けることを知り、我慢しているのです。しかし王は、ライオンを信じませんでした。十二人の漁師たちは、つも王様の狩りについて行き、王様は彼らに好意を持つようになりました。ある時、 彼らが狩りに出かけていると、王様の婚約者が近づいているという知らせが入りました。それを聞いた本当の花嫁はとても傷つき、心が折れそうになり、気を失って地面に倒れてしまいました。王は、愛する漁師に何かあったのだと思い、彼を助けに走り、手袋を外しました。すると王は、最初の花嫁に送った指輪を見つけ、その顔を見ると、彼女に見覚えがありました。 彼女が目を開けると、彼はこう言いました。彼にはすでに妻がおり、古い宮廷を見つけたばかりの男に新しい妻は必要ないからです。結婚式は祝われ、死子は長愛を回復しました。